はマチキビ、卵みたいな味、可愛いでしょ。すごいとろりっとしたもち米なんで、黄色いとっても黄色い、こうなんていうの、もちもちご飯が炊けるんだよね。でもなんかね、卵っぽい味がするの。これで卵料理、スクランブルエッグじゃなくてスクランブルキビっていう料理を作ったり、オムレツを作ったりします。はい、これが冷え、とってもミルキーで、なんかふわふわ、なんかね、クリーミーな料理が何でも作れるんです。畑のミルクって感じで、これはタカキビといって、なんか炊くとね、なんかこれももち米なんだけど、ひき肉みたいに炊けるんですよ。見た目がひき肉みたいなんで、でも最初に、あ、もうハンバーグ作ってみようって言って作ったら、もうベジタリアンも大好き、ね、お肉大好きな人もワオーっていうハンバーグになる。歯ごたえがあって、これが泡、ね、これってもう世界中で食べられてて、おっぱいの出を良くするとか、貧血に鉄分がすごく多いんですよ。で、日本ではね、こう泡っていうのは、古代語で女性っていう意味なので、女性的なその生命エネルギーがいっぱいある穀物ということで、すごく大切、本当に美味しい。もうトロトロっとした餅泡と、ハラハラっと炊けるうるち泡という2種類がある。